はい、皆様こんばんは、とし焼きです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は上りホームから下り列車が発車、1日1本のみの反対方向のホームに入線する 7200系&7000系の普通列車観音寺行きの動画です。はい、今回はですね、宇多津駅に到着する列車、発車する列車ですけれども、1日1本のみということで、まあ、すごいね、珍しい、反対側のね、ホームに入るというね、通常だったら、観音寺行きですね、は、1番か2番乗り場、まあ、特に1番ですね、普通はね、1番乗り場に到着するはずなんですけれども、この列車は3番乗り場にね、入るということで、はい、23時5分の1本のみのね、列車です。うん。ですね、この列車はですね、以前から存在は知ってたんですけど、駅のね、案内板というか、にね、最初動画を映しましたけれども、表示があるので、だからね、気にはなってたんですけれども、まあ、なかなか時間っていうのもあって、撮影にね、行けてなかったんですけれども、今回ね、撮影に行ってきました。まあ、23時5分はね、それ撮影してからでも、全然問題なくね、岡山に帰れるので、はい、マリーナイの最終はね、まだ、後まであるのでね。なので、まあ、いつか撮影しようかなと思ってたんですけど、今回は、特急南風号のね、2700系の南風号、乗りに行くついでにね、撮影したという感じで、はい。まあ、セットで行こうと思ってね、前々から考えてはいたっていうことなんですけれど。で、今回の列車ね、3番乗り場到着するんですけれど、実はね、高松方面から3番乗り場に到着する列車、他にもあって、それは特急渦潮号ですね。特急渦潮号岡山行きが、3番乗り場に到着して、で、折り返してね、連結もして、で、南風号と連結して、で、岡山方面に行くと。なので、まあ、他にあと2本一応あるんですけれども、こ
この観音寺行きが違うところは、その先進むので、三番乗り場から、下り線ですね。下りの線路に移るところですね。そこがこの列車しか通らない、ところだと思いますね。3番乗り場から2番乗り場の線路に、1回入って、で、そこから1番乗り場につながってるね、下り線の線路に行くんですけれど、この3番から2番の線路に移るところ、ここがこの列車のみの、経路だと思われますね。はい。で、この列車が多分存在する理由は、まずそこの線路を、まあ、1日1本でもね、走らすときは、まあ、全然、列車が走らないとね、線路というかレールがね、錆びちゃうっていうのもあって、はい。なので、まあ、1本だけでも走らせとけばっていうことで、まあ、走ってるっていうね、ことと、あと、まあ、多分信号の進路というか、はい。その関係で、イレギュラーだね、なんていうのかな、進路というか走る経路も、まあ、1日1回はねしといた方がいいっていうこともあって、多分この列車が存在するんだろうと思います。だから特に1番2番乗り場に入線できない理由っていうのはないので、この列車も別に普通に1番乗り場発着にしても多分構わないとは思うんですけれど、まあ、深夜で、特に3番乗り場に反対方向の岡山行きももうないので、入ってくる列車もないということで、こういう風な進路になっているのかなと思います。と言いつつね、この、観音寺行きの少し前にね、高松行きが3番乗り場に、着くので、これも同じく進路の関係かな。まあ、これを動画にしているので、またね、動画出しますけれど、なので実は3番乗り場ね、連続して、方向が違う列車が入線はするんですけれども、うん、まあそんな感じですね。で、今回は観音寺行き、7200系と7000系、3両編成でしたね。はい。後ろは 7000系だったので、まあ、7100型ではなかったんでね、7000型だったんで、まあ、電動車のね、車両ということで。で、私のね、記憶が正しければ、この列車ね、6000系の運用だったはずなんですよね。うん、ちょっと記憶が間違ってるかもしれないんですけど、多分ね、6000系の運用で、で、今回3両編成ですよね。で、3両編成、6000系も3両編成なんで、多分ですけれど、ダイソーなのかなっていう気はします。ちょっとこの辺詳しい方いらっしゃったら教えてもらいたいんですけど、確かね、6000系だったと思う。なので、逆にこの列車、7200系と7000系の組み合わせが3番乗り場に入線するっていうのは、かなりのレアなのかなっていう気もしないでもないんですけれど、どうなんでしょうかね。はい。6000系が来ると思ってね、撮影してたんで、あれと思ったのはね、実は、はい、ですね。うん。まあそんな感じで、ちょっとね、イレギュラーな7200系、7000系がね、3番乗り場に到着する様子も撮影できたんですけれども、はい。今回は、実際ね、まあ、特急南風号をね、乗りに行くっていうことで2700系のね、行ったんですけれど、ね、この列車撮影に行きたかったっていうのもあってっていうことなんで、まあ、わざわざ夜の深夜のね、南風号に乗ったのもこの列車撮影したいからっていうことだったんで、もうメインって言えばメインなんですけれど、まあ、ただちょっとアウトレットね、短いので出しましたけれどもね。はい。で、以前ね、コメントでこの列車撮影してほしいっていうね、コメントもいただいてましたしね。はい。まあ、そのコメントいただく前から撮影したいなと思ってたんでね。うん。そんな感じで、今回は、1日1本のみの反対方向のホームに入る、普通列車観音寺行きの動画をお届けしました。今回の動画はもし良かったなと思っていただけましたら高評価、あんまり良くないなと思われましたら低評価でも構いませんので、評価よろしくお願いいたします。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。まだね、チャンネル登録されていらっしゃらない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をしていただいて、でね、他の動画もね、見ていただけると嬉しいです。先ほどもね、言ったように、3番乗り場に到着する高松行き、これもね、実際珍しいというかなんですけれども、こちらの動画もね、近いうちに出そうかなと思っておりますので、はい、あと、先ほど言った2700系の特急南風号ね、これの乗車機とかもね、出そうかなと思っておりますので、よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
はい、そんなところでね、今回は、観音寺行きね、珍しいホームをね、撮影しましたけれども、まああの他にもね、何かありましたら、珍しいここはね1日1本だけとかいうのがありましたらね、またコメント欄でね、教えていただけると、また撮影できる範囲とかだったらね、行ってもいいかなと思いますので、まあ岡山とかね、香川とかだったら、 あんまりに深夜とかだったらちょっと無理なんですけど、うん、あの行けそうなところだったのでね、撮影に行こうかなと思っておりますので、またですね、何か情報とかありましたらお教えていただければと思います。はい、本当に今回はね、撮影できてよかったなと思う反面、この列車本来 6000K の運用だと思うんで、また 6000K でね運用されてる日もね、撮影に行きたいなと思ってるんで、うん、機械打ちに行ってもね、ダイソー続いてる可能性があるんで、またちょっと日を置いて行ってもいいかなと実はちょっと思ってたりもします。はい。